こんにちは、ガーサリーマンです。今回は総資産6000万円投資状況を公開と出しまして、久しぶりに資産を公開していきたいと思います。私の勝手なプロフィールです。このチャンネルではガーファーキムとガーサリーマンが投資に関する情報を発信しております。私は投資先として米国株式オンリーでやっております。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。はい、今回の内容です。久しぶりの総資産公開です。8月に下落したことから少し減ってしまっております。株式投資信託年金がどのようになっているか確認してまいりましょう。はい、まずですね、各種指標を見ていきましょう。まずこちらですけども、今63というところですね。グリードエリアまでやってまいりました。市場はですね、結構いい感じになっているのかなと思います。ただ NVIDIA の株価が冴えないなと、まあ、それだけなのかもしれませんね。ダウが最高値更新みたいなニュースもあったような気がしましたので、市場全体としてはいい方向になっているのかもしれません。次にビッグ指数を見ていきますと、こちらもですね、なかなかいい値になっていて、15というところになっております。で、ここ直近のですね、年初来を見ていただいても分かるように、このぐっと上がっているのは、先日の8月の、恐怖が増大したタイミングなんですけども、今のこの15っていうのは、他の期間を見てもですね、そこまで高くないということがよく分かります。それに伴いまして、私の総資産はどうなったかというところなんですが、市場は良くなっているはずなんですけども、先週6500万ぐらいあったのがですね、今週だいたい6000万ぐらいで、約1週間ですね、500万ぐらい減ってしまったというところでございます。ちょっとこれ月が変わるタイミングに取っちゃったので、今月のプラスの値がおかしくなっているんですが、これに伴いましてですね、今年のリターンもですね、先週2000万あったのが今週1500万になってしまったというところでですね、なかなか大きく変動したなというのが今週でございました。はい、さて本題に行きたいと思います。久しぶりの総資産の話をしていきましょう。まずですね、おさらいですが、私のポートフォリオがどうなっているかというところでございます。これはですね、何度もですね、過去お話をしているんですが、私はですね、まずコアファンドとサテライトファンドというふうに分けて、コアサテライト戦略でいっております。で、コアファンドで買っているのがですね、まあ、安定運用をされるような、できるようなものになっていて、基本的には投資信託になっていて、 SBIV の S&P500、 EMAX SLIM の S&P500、 iFreeNEXT のファンクプラスインデックス、 EMAXIS のナスダック100というものをですね、買っていこうかなと思っております。で、EMAXIS のナスダック100は、今現在まだ買ってないんですけども、今後 iDeCo に変えてですね、まあ、iDeCo でここを買っていこうかなと思っていっております。で、これらをですね、積み立て NISA、ジュニア NISA、iDeCo、新 NISA の積み立てで買っているということです。で、こればかり買っているとですね、なかなかリターンが大きくならないということからか、ジュニア NISA と新 NISA の成長枠で、サテライトファンドを買っていますと。で、具体的には個別のグロース株の NVIDIA に、全集中していて、一方、ロビンフットとズームはですね、塩漬け状態になっていると。で、あとはですね、今、まあ、買い増しは別にしてないんですが、ジュニアニーサで、レバーの3倍の ETF、TCL、SOXL、TQQQ を買っていて、GAFA の RSU と、あと投資信託として、US Tech 20と S&P10、マグニフィセント7などですね、まあ、こういったところもちょくちょく買っていたというところでございます。で、これが、まあ、ポートフォリオ全体で、さらにその外でですね、ビットコインとかイーサリアムを、まあ、月1万円ぐらいですね、買っているというのが、私の投資の全体像になっております。で、その投資の方針をやってですね、現在どんな感じかっていうと、こんな感じになっていて、まあ、資産の総額は大体6000万ぐらいになっていて、それぞれの内訳はこうなってますと。で、株式が 65% で、投資信託が、約 20% という感じになっていて、で、年金が 13% ですね。で、現金とかですね、ほぼ持っていなくてですね、ここ、まあ、預金、現金、暗号資産が結構あるように見えるんですが、これのほとんどは暗号資産の金額になっていますので、ほとんど手元の現金は持っていないと。で、ポイントは8000ポイントぐらいあるという感じになっております。これ見ていただければ分かるように、私はまあ株式に 全投資ですね、しているというところです。で、今6000万なんですけど、ほんの数ヶ月前まで7200万になったタイミングもあったので、うん、なかなか下がったなというところですね。で、これが資産の時系列推移になっていて、まあ今がここですというところで、この大きく減っているのが先日の大暴落の8月の大暴落の時なので、まあそこからは少し回復したんですけど、ここの最高値にはまだ全然上りきってない、戻りきってないと
というところです。ただですね、2024年の1月が多分この辺なんですが、まあ、それに比べれば少し上がっているというところが分かるかなと思います。で、直近値動きがですね、非常に激しいなというところです。じゃあ次ですね、株式投資信託の現金と順々に見ていきましょう。まず 株式だけのですね、変動のグラフなんですけども、こうなっていまして、まあ、ここが今というところで、先日の大暴落がここですね。なので、先日の大暴落から少し回復はしているんですが、最高値には戻っていないというところになっております。これは直近6ヶ月のグラフになっています。で、その前提で見ますと、まずこちらがですね、私の株式の投資の状況で、まあ、父って書いてあるのが私のことになってますと。で、ちょっとですね、これ、まあ、特定口座とか、いろんなこう新NISAとかNISAとかがですね、ごちゃごちゃになっていて、まあ、それぞれが何かっていうのをこの左側に書いてますと。で、私の口座は新NISAの成長で NVIDIA を大きく買っていて、ここは結構まあプラスになってますと。下がった今でも結構プラスになってますと。で、特定口座ですね、同じく NVIDIA も買ってますし、NVDU を買って、これ NVDU です、これ。2倍に動くやつですね。買ってるんですが、NVDU はちょっと買ったタイミングが悪くて、買った直後ぐらいから下落しているので、まあ、ちょっとこんな感じになっちゃってますっていう感じですね。で、あとは Zoom と Robinhood は塩漬け状態で、まあ、これでもまだ回復した方なんですけど、ちょっとひどい状態になっていると。特に Zoom がですね、どうしようかなっていう感じのマイナスになっているという感じでございます。で、妻の株式の方がですね、こうなっていて、まあ、新NISAの成長でですね、NVIDIA を買ってますというところで、だいたい64万円、31% ぐらいですね、プラスになっているというところでございます。まあ、これはだいぶ前から投資しているので、まあ、いい感じで、下がってもいい感じだというところですね。で、あと子供2人がですね、これ全部ジュニアNISA口座で買っているやつなんですけども、株式ですね。一番上が TCL で、これ、が NVIDIA で、これが SOXL で、一番下が TQQQ と。で、 TQQQ はそんなにまあ金額買ってないので大した金額ではないんですけども、TCL はですね、結構な金額買っていて、33%、まあ、これでもだいぶ下がった方なんですが、まだ 33% で、 NVIDIA はまあ割といい 101% で、 SOXL が少し前にプラテンしてたんですけど、まあ、先日の大暴落でまたマイナスになってしまったというところで、マイナス 35%、マイナス 16% という感じになってしまっているというところですね。まあ、こんな感じでジュニアNISAはもういじることもできないので、もう放置をして子供が18歳か20歳かどっちかになるまでですね、放置をしておくという感じでございます。まあ、320万ぐらい投資しているので、まあ、それが、そうですね、2000万ぐらいになれば嬉しいなっていうふうに思ってますね。はい、次に、投資信託の全体の金額の変化がこちらになってます。で、これもですね、わかりやすいんですが、ここがまあ、先日の8月の大暴落で、まあ、少し戻ったんですけど、まだ全額戻りきれてませんという感じですね。まあ、ただ、年始と比較すれば上がってますというのが投資信託です。で、こちらがですね、私の投資信託の状況なんですが、ちょっといろんなものをですね、細かく買いすぎちゃってごちゃごちゃになってるんですけども、それぞれの横にですね、これが何を買っているのかというのが書いてます。例えばこの旧NISAの積み立てで買っているのがこの灰色のやつになっていて、これはですね、昔買っているので、全てですね、かなりのプラスになっています。で、特にこの辺の金額は少ないんですけども、183% とかになってるやつは、コロナショックで、下の下、もう下に、そこにとなった時にですね、買ったタイミングのやつなので、これだけのリターンになっているというところです。で、新NISAの積み立てですね、今メインで買っているのはこのファングプラスになっていて、で、これは毎月積み立てをしているので、まあ、直近もやっているってこともあるので、ちょっとマイナスになっちゃっているというところです。で、SBIV は、最近は積み立てしてないのでですね、まだまあ下がってもですね、プラスになっているというところですね。まあ、なので、新NISAの積み立ての枠はですね、これをずっと買っているっていう感じです。で、あとは新NISAの成長投資枠でちょこちょこ買っちゃってしまっていたのが昔あってですね、まあ今は NVIDIA に全力してるんですけど、日線ナスダック100とかですね、ダイワの一歩先行くとかですね、あと、ソックス指数とかですね、大型テクノロジー株式ファンドとか、ファングプラスもこっちで買っちゃってたんですよね。
でっていう風になんかちょっといろいろちょこちょこ買っちゃってるのが残ってるっていう感じです。であと特定口座で今ポイントとかですね、ポイントが貯まった時にトレーサーズの S&P500 トップ10インデックスを買っていて、まあ、これもですね最近も買っているっていうこともあることで、まあ、プラテンしていないという感じです。で一方このバーチャルリアリティですね、 EMAXIS NEO のバーチャルリアリティはかなり昔に買ったはずなんですけど、結構もうマイナスになっちゃってて、これはちょっとよろしくないなっていうところが あります。これ本来はだいぶ昔に買ってるので、まだ下がってもプラスになってもおかしくないのかなと思ったんですけど、うん、やっぱりですねアクティブファンドに分類されるやつなんですけど、こういうやつは、うん、なかなかやっぱりインデックスには勝てないんだなっていうのが、うん、あんまり大きな金額入れなくてよかったなっていうふうに、思ってます。で次に妻なんですけども、まあ、同じようにちょっといろんなものを買ってしまってはいるんですが、まあ、一番上の SBIV がですね、旧NISA の積み立てで買っていたもので、まあ、これはかなりのリターンが高くなっているというのが分かります。で、特定口座で、トレーサーズの S&P500 トップ10インデックスを買っていて、これも同じようにですねポイントを買っているっていう感じですね。で、新NISA の積み立てで、まあ、妻の方も今はですねファングプラスインデックスを中心に買っているんですが、まあ、その前に SBIV の S&P500を買ってしまっていたので、まあ、それも残っていますっていう感じです。で、基本は今ファングプラスを買っています。で、こちらもですね新NISA の成長はですね日清ナスダック100 と、三井住友の大型テクノロジーファンドとかですね、一歩先行くとかトレーサーズ S&P500 とかですね、またファングプラスとかですね、まあ、いろいろ買っていたので、まあ、ちょっといろんな銘柄がここに出ちゃってるっていう感じです。で、大体プラスになってるんですけど、この一歩先行くとトレーサーズ、あと、まあ、これもトレーサーズですねっていうところが、まあ、ちょっとマイナスになっちゃってるっていう感じですね。で、まあ、この一歩先行くはちょっと買ってるタイミングが遅かったのかな、だからマイナスになってるんだと思います。で、次に子供2人の投資信託、先ほどのは株式だったんですけど、これは投資信託ということですね。で、ジュニアNISAで買っていますと。で、SBIV の S&P500 をメインで買っていて、これはまあ非常にいいリターンになっていますと。で、日清ナスダック100もまあまあいいリターンになっていて、ダイワのレバナスですね、これね。レバナスも幸い、まだマイナスにはなっていないというところで、プラスを維持できているというところですね。まあ、割とこれはいいのかなと思います。で、最後に年金なんですけども、まあ、年金の方は私と妻のやつになっていて、まあ、これはインデックスファンドにしか基本投資をしていないので、まあ、全体のこの金額を見るとやはり同じように8月に下がって上がってはいるんだけど戻りきってないというのは同じなんですが、まあ、それでも、かなりのリターンを持っているというところですね。まあ、一時期この一番上のやつは 100% 超えていたので、あ、全然いい感じのリターンになっております。というのがですね、私の今の資産になっているというところです。で、今週なんですけども、9月の2日の週に NVIDIA が暴騰するかがポイントになってくるかなと思っています。で、ご存知のようにですね、先週決算が発表されたんですが、かなりいい決算だと思うんですけど、なぜか下がったという状況になっているので、謎だなという感じです。完全になんかちょっと個人先日ですね、株式分割がされて、個人投資家が流入してきてから、なんか株価の上がり方が変になってるなっていうのがちょっと感じてます。やっぱ個人が入ってくると、個人のその感情とかが反映されて、なんか変な動きになるのかなっていう気がしますね。で、上昇をですね、もししなかった場合ですね、次の週。9月は暴落する可能性が非常に高いかなと思っているので、一旦現金をホールドして、9月の下旬から10月の第1週、2週ぐらいですね、ここぐらいが多分底になるので、そこまで買わない。で、そこで、その底になったタイミングで一気に買うと、年末ラリーに向けてどんどん上昇していって、莫大なリターンを得るというふうなストーリーになると思いますので、皆様注意してください。で、今後の株価予想、これまだ変えてないんですけども、今ここで、ここで上昇すると思っていたのが今上昇してませんが、まあ、まだちょっと分かりませんと。で、今週仮にここがギューッと上昇したらですね、多分9月中旬ぐらいまで伸びていって、9月中旬以降は危険かなというふうに気がしていますので、皆さんも注意をしてください。まあ、これ伸びない場合は9月はずっと危険な可能性があります。
毎年ですね、9月は下がりやすいです。非常に下がりやすいです。なので、油断しないでください。はい、今日の話は以上になります。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。さようなら。